日本の F3 戦闘機開発に新しい動きがあったようです。ロンドン日本部を設立することで調整しているということです。今回はロンドン本部設立によって加速する次期戦闘機開発について見ていきましょう。産油国サウジアラビアが参加を猛烈にアピールしている中、スウェーデンが参加という情報もあるようですよ。F35 戦闘機の開発のようになってきているように感じますが、果たして戦闘機の開発に意味があるのか、今後が見えてきません。新進 X2 戦闘機で、ドローンを AI 操作する方がいいのではという気がするので、新進の量産化を検討する時ではないかという意見もあるようです。日本が、イギリスとイタリアとの3カ国で、次世代戦闘機の開発を進めると公表したのは、2022年12月初旬でした。その後2023年9月末までで、およそ10ヶ月経過しようとしています。もともと、イギリスとイタリア、スウェーデンを加えた3カ国で、テンペスト計画と呼んでいた次世代戦闘機開発計画を推進していた経緯がありました。実は、日本のそちらへの参画を促していた経緯もあったのです。しかし、前述のような状況が報じられていた当時、日本の次世代戦闘機開発の本命は、従来通り、アメリカと同国企業との共同開発と考えられていましたから、テンペスト計画へ日本が合流するということは、あくまでも、一つの可能性という見方が大半でした。実際、次世代戦闘機開発は、日本が主導権を発揮していっていくと唱えられていたものの、純然たる国産化で実現できない現実を見据えて、アメリカのロッキード・マーチン社を技術支援先企業とする方向が有力視されていたのです。日本の次世代戦闘機は、F2 戦闘機の後継機と位置づけられていて、これは、空自が運用している日米共同開発によって生み出された機体です。これは、2035年に退役開始が予定されているので、それまでの配備がマスト条件となっていました。アメリカ側は、日本の希望する次世代戦闘機配備期間を考慮し、ロッキード・マーチン社が手掛けた F22 ラプターと F35 ライトニング2という2機の第5世代戦闘機の折衷案を提示したと言われています。しかし、どちらにしても、アメリカ側の提案は、現行の第5世代戦闘機の延長線上にあるわけですから、日本側は難色を示しました。可能ならば、アメリカが開発中のいわゆる第6世代戦闘機 NGAD、ニュージェネレーションエアドミナンスの機能を求めていたのです。航空自衛隊で運用中の F2 戦闘機はおよそ90機で、その代替機となる次世代戦闘機の収益の時期は、前述の通り、2035年を目標としていたのですが、この時期は、アメリカの NGAD とは、大きな隔たりがありました。アメリカの NGAD は、テスト飛行をすでに終えていると、当時の空軍次官補がコメントしたこともありましたが、現状での実戦配備は、早くても2040年代ではないかと推測されています。日本の予定より遅いですね。そのため、アメリカ側としては、F2 戦闘機を同数で代替すると仮定した場合、およそ90機程度の生産数しかない日本の次世代戦闘機開発に NGAD を関与させるメリットは薄いと判断したと思われます。そもそもアメリカから見た場合、日本の次世代戦闘機の使用は現行の第5世代戦闘機のアップデートで対応可能な範囲に止まり、 NGAD が目指している第6世代戦闘機とは噛み合わない部分があったとも言われているのです。いずれにしても、日本とアメリカは、日本が必要な次世代戦闘機の使用、要件、性能について、従来のような共同開発に、互いにメリットが見出せないことが明白となったため、日本は、別の選択肢を余儀なくされたというわけです。そこで浮上したのが、イギリスと傘下の BAE システムズ社で進められてきた、テンペスト計画への合流でした。イギリスも、現行の空軍の主力戦闘機ユーロファイタータイフーンの代替機を2035年から実戦配備する計画だったのです。次世代戦闘機の収益時期が2035年というこうした一致が日本とイギリスとを急速に結びつけるポイントとなったことは容易に想像できますね。
つまり、スケジュールを中心とした共通点から、相互にメリットが生じた結果なのでしょう。また、日本とイギリスとは、立地においても、共通点が少なからずあります。両国とも、島国で、四方を海に囲まれているので、次世代戦闘機は、仮想敵国の艦艇の接近阻止を目的とし、対艦兵装の充実を図りたいという点も一致していました。ただし、現状の航空戦力を見た場合、日本とイギリスでは、少し事情が異なっています。日本は、いわゆる第5世代機の F-35 ライトニング2A 型を、現時点で105機程度調達し、主力として運用する方向に動いています。対して、イギリスは、F-35 ライトニング2の A 型の調達はせず、あくまでも、現行の主力戦闘機は第4世代機のユーロファイタータイフーンなので、戦闘機の近代化を進める必要度は日本よりも高いと思われるのです。ユーロファイタータイフーン派、イギリス、ドイツ、イタリア、スペインのヨーロッパの4カ国が共同開発した機体ですが、イギリスは160機、イタリアも96機を調達していて、空軍の主力戦闘機になっています。ちなみに、イギリスは、F-35 ライトニングには、クイーン・エリザベス級航空母艦の艦載機として、B 型のみを、予算上48機調達している最中で、日本のように、A 型の調達はしていません。イタリアの場合、空軍が、A 型を60機、B 型を15機、海軍は、B 型を15機調達する計画ですが、予算が許せ、バビー型の調達数を、空軍40機、海軍62機まで引き上げる可能性もあるそうですから、そうなったら、日本以上の保有数になる可能性が出てきます。このように俯瞰してみると、国の経済的規模を考えると、失礼ながら、イタリアは、ユーロファイタータイフーン、F-35 ライトニングにともに、割と多くの数を調達、配備しようと考えているように感じられます。逆に、イギリスは、いわゆる第5世代戦闘機として、F-35 ライトニング 2A 型を調達する予定がないので、今後の航空戦力強化を考慮すると、日本とイタリアとの GCAP での有人機開発に重点を置いていることは間違いないと思われます。テンペスト計画発足時点では、イギリスとイタリアに加えてスウェーデンも加わっていましたが、スウェーデンは、この計画で生み出される戦闘機を調達することまでは決めてはいなくて、開発を通して得られる技術習得を最大目標にしていたと見られています。しかし、スウェーデンは、2022年2月に正式したロシア・ウクライナ戦争の余波で、NATO への加盟を申請する状況に追い込まれました。トルコの反対で遅延はしましたが、加盟の合意は大筋で得ていますから、間もなく実現する模様です。この動きと並行して、スウェーデンが GCAP にも正式に参画する可能性が示唆されていますが、今のところ目立った動きは報じられてはいません。2023年8月には新しい動きがあったようです。中東のサウジアラビアが GCAP に参画を希望していると報道されたのです。これには日本が難色を示していると見られているようです。イギリスとイタリアは、日本とは異なり、莫大な資金力を持つサウジアラビアの参画を前向きに捉えているという情報もありましたが、イタリア側で GCAP の主管企業であるレオナルド社は、こうした見方を否定しているそうです。このため、現時点では GCAP へのサウジアラビアの参画も不透明です。試験ですが、オイルダラーを背景にする金持ち国には、完成品を購入してもらう程度の関与に止めてもらいたいと感じます。サウジアラビアは中東の大国ですから、影響力も大きいですからね。